よいしょ。そっか、考えたら30日だから5月のやつがあったんだった。5月の次の収録が5日にやってるので、はい、テーマを考えてきてたんですよ。そう、すっかり忘れてましたね。危ない危ない。では準備よろしいですか。はい、いいですよ。はい、では始めていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、先週は盛り上がりましたね、お酒の話で。そうですね、びっくりするぐらいお酒の名前が出てくるんで、うん、私覚えられるかなって思いました。いや、僕まだまだですよ。あれ。もっといっぱい、もう本当にお酒大好きでいろいろ飲みまくってるんで、はい、あー、なるほど。じゃあまた今度近いうちにキャンさんからお酒の話を聞こうかな。あの、ひふみずバーで一応アシスタントしてるぐらいですからね。あ、そっかそっかそっか。そうでしたね。なんかオリジナルカクテルも自分で作ったりしてます。おお、さすが。ありがとうございます。どうしようかな、曲いっちゃおうかなと思ったんですけど、はい、消しちゃった消しちゃった。メモどこ行った。まだ番組の紹介をしてませんでした。番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは kimagure.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。ということで、一曲挟みましょうかね。はい、お願いします。ちょっと待ってくださいよ。何をやろうとした。あ、はい、いきますね。ミヒマル GT で気分上々です。どうぞ。じゃあやろうと思ったら本気でできますからね。ああ、なるほど。ゴールデンウィーク公開放送あるんだよな。行きたいけどな。家島だから行けないな。ゴールデンウィークか。ほう、ほうほうほう。なんかいいな。私なんか思い出あったかなって考えたらあれだな。まあ放送上で話しましょうかね。
今年長ハワリするんですよね。多分やると思いますよ。なんかやるって言ってた気が。私はもう何も制限とかなくなるよ、ね、なくなりますね。コロナもなんか結局あ5月すゴールデンウィーク過ぎたら隔離期間も短くなるというか、なんだろう、なんか中途半端になりますよね。あとあの本人はそうなんですけど、家族の隔離とかはなくなるので、ね、あなんか言ってたな今日。インフルと同じ扱いになりますか、ね、あそう結局インフルと同じ扱いになるからあんまりあれなのかなって思うけどね、うん。どっちから行こうかな。ようやく日常が戻ってきそうだ。そうですね。やっとこさ日常が。私は体を動かしてダイエットしてます。今のうち体筋肉つけとかないと40代でボンってきそうだ。ああ怖い。いや間もなく曲終わりますね。はい。お聞きいただいたのはにひまる GT で気分上々でした。はい、では、今週のテーマに行きたいと思います。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。今週のテーマはゴールデンウィークの思い出です。その前にツイキャス来てますので紹介したいと思います。お願いいたします。沖縄大好きさん、こんばんは。シュワッチ、なんだろう。なんか血吹いてますね。血吹いてますね。これなんか私いつも思うんですけど、はい、どうやってやるんだろうと思うんですよ。お上手ですよね。アート上手い人本当に上手いですよね。上手いですよね。いいなあ。沖縄大好きさんが懐かしいって来てます。ヘイDJ。ヘイDJ。あ、ヤンポーさんも来ております。ヤンポーさん青森のこと言ってますね。青森は弟は冷蔵庫の中に入れているからねって先週の話ですね。確かに、まあ、間違えて飲む方いますからね。ちっちゃい時でも。ではメールの方は届いていますので紹介したいと思います。お願いします。どっちから行こうかちょっと迷ってたんですけど、どっちから行こうかな。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、ゴールデンウィークの思い出。毎年行われている、那覇ハーリー。花火と音のエンターテイメント、音と光のファンタジーは毎年楽しみです。実は僕も、中3の頃にナハハーリーに参加しました。楽しかったですと来ております、うん。ハーリー、私も漕いだことあるんですよ、実は。すごいですね。あの、漕いだことあって、はい、翌日半端なく筋肉痛しました。あれ大変らしいですね。で、なんかあの、高校何年の時だったかな。1年の時だったかな。の顧問の先生がたまたまなんか浜比嘉島のなんか出身なのかな分かんないんですけど、はい、のハーリーガールからあのバスケ部女子バスケ部、はい、全員で出るってことで急遽あの浜比嘉島に行きまして、なんかバスケ部があのハーリーに出るってなんか当たり前なんですかね。当たり前じゃないと思いますよ。僕の学校もそうだったんですよ。あれバスケ部がなんかあの頑張ってんぞみたいな。そう、まあ、それプラスちょっとやりたい人集まってみたいな感じでしたけど、そうそんな感じで、なぜか私の時ハーリーもう漕ぎ手でやって、はい、で2チームできたのであの人数が、はい、であの1チームずつに分けてやったんですけど、私がいたチームはすんごいなんか漕ぎ手が良かったんでしょうか、あのタイミングみんなが合ってて、なんか予選だったかなの時に1着でゴールしたんですよ。地元かどっ
科の学生さんも一緒になんか2層ぐらいでやってて、はい、そう。それで1位取っておーって言ってやってたんですけど、今度は選抜でやろうってことになって、はい、出ようってことになって、はい、選抜で出たらビリッキズでした。なぜ逆になるっていう。そう、そのままのメンバーでいいじゃんと思ったけど、はい、なぜか顧問が、誰々と誰々と誰々 と, っていきなり選び始めて、はい、で私もそこにいたんですけど、まあやっぱりパワーっていうよりは本当に皆さんのこのチームワークだったんですね。そうなんです。ヤンポーさん、ハーリーは具体必要ですよって。そうですよね、確かに。多分バスケ部がこのハーリーこぐのはあの腕の筋肉を鍛えるためだと思うんですよ、はい、まあトレーニングのためだとは思いますけどね。そうそうそう、なので多分まあまあバレー部も出たりするんですかね。どうなんだろう、上半身のクランク運動にしたいので、はいはいはい、あの上半身のトレーニングではとってもいいんですよ。足が、まあ、怪我して使えない時とかの、はい、まあ、自転車の代わりになるような運動ですね。あ、なるほど、はい、めっちゃ辛いと思いますけど、うん、辛いですあれ。はい、では次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。メッセージテーマ、ゴールデンウィークの思い出と来ております。ヤンバルカンガルーポーさんからいただきました。サッチーキャンチーこんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークの思い出といえば、海洋博公園に16歳上の姉に連れてってもらったことですかね。特に好きだったのが、今は海の底に沈んでしまったアクアリウム、アクアポリスか、アクアポリスでした。アクアポリスの海底から見る魚たちを見るのが大好きでした。アクアポリスの解体のニュースが入った時に、本当に残念な思いでした。これが僕のゴールデンウィークのエピソードですと来ております。うん、あれですね、あの何年前でしたっけ、この結構前ですよね、はい、海洋博のアクアポリスがなくなったのが、まあ、僕も学生だったと思うので、本当に20年前とかじゃないですかね。ですよね。私ずっと考えてたんですけど、あのゴールデンウィークの思い出といえば、あの亡き父ちゃんと、はい、あの子供の国によく行きました。おお、これまたいい思い出ですね。そうなんですよ。なんか陸海空さんから来ておりますよ。お、ゴールデンウィーク GW であいうえお作文と来ております。G が出て W わしづかみG が出てってゴキブリでしょ。ゴキブリ。うちのおばあちゃんがよくやるやつですね。ああ、バッて。よくあるあるな。はい。ゴキブリは手で潰すのに、あの芋虫が嫌いっていう。なんで？モスラのおもちゃ使ったらめっちゃ怒られたんです。あ、未だに謎です。謎、な、本当に謎です、ね。未だに謎です。私、まあ G はあれですね。前まではあの。実家にいた時は、ちっちゃいところはもう親に G が出たから殺しでーって言って、はい、泣き寝入りしてたんですけど、はい、一人暮らしを始めた瞬間に、はい、何かの物があったらすぐ叩くという、はい、叩いてほいって放り投げるっていうのを、はい、やってましたね、よく。僕は一回あれですね、ゴキブリ退治するための道具を作ったことありますけどね。え、道具？はい、どうやって作るんですか？ティッシュペッパー改造して、はい、あのゴムチューブを貼り付けて、はい、ペタッてこう負担できるようにして、あ、これで確保するんですけど、はいはいはい、背中のところにこうちょっとした穴を開けるんですよ。あ、でそこにゴム膜を覆って絶対逃げれないようにしたところから、あの一吹きだけこう殺虫剤を刺してプシュッてするっていう、あ、確実に仕留められる発砲を作りました。面白い。発明でなんか販売できますかね。できたらいいですよ。ヤンポーさんが G は足で潰すと来てます。足で潰す、それまた大変なことですよ。 G でも見たくもないけどね。メールの方に戻りたいと思います。ゴールデンウィークの思い出と来ております。サッチーさん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。
ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークの思い出ですが、2015年に沖縄に行った時です。11日間の休みをフルに沖縄へ行きました。おー、あ、その時11日間あったんですね。その時は新都心で RBC アイラジオのイベントの臨海に初参加しました。その時のゲストさんが、ジママさんでしたね。すごいですね。懐かしいですね。めっちゃ楽しかった。そしてラジオ中継の追っかけもしまくっていて、久高マーリーとも会えましたよ。あれ楽しかった。皆様はラジオ中継の追っかけをしたことございますかと来ております。私あれですよ、結構こう暇さえあればラジオカー追っかけてますからね。そうですね。暇さえあればもうラジオカーが近くにいるなと思ったら速攻で行きますもん。やっぱり皆さんラジオ好きなんですね。好きですね。でもあれですよ、うちの旦那も今の仕事の前ぐらいかな、ね、結構なんかラジオカーの追っかけをしてたらしいですよ。夫婦ともども違うところにいながらって感じです。皆さんやっぱすごいですね。すごいですね。でも私あれなんだよな、いまだに後悔してるのがって、このラジオのなんだイベント、はい、イベントのことで後悔してるのがって、今はないんですけど、Tサージパラダイス、はいはい、ラジオ沖縄さんの、はい、と今もないんですけど、チャットステーション L っていう番組が昔あったんですよ、はい、が2つでコラボしたイベントがあって、その、まあ、飲み会みたいな感じだったんですけど、はい、に参加できなかったのが痛いなと思って。ちいちゃんのこのなんだろう、パーティーみたいな、はい、オフ会みたいなのがあって、はい、那覇だったんで、はい、那覇かと思いつつ行ってみたいなって思ってたんですけど、はい、結局沖縄しか着いからいいやって言って諦めて、はい、でチャットがなくなっちゃったもんだから、はい、ああもうないのかみたいな。パラリラ集会今思い出した。パラリラ集会行ってみたかったと思って、ちょっと後悔はありますね。いや行きたいと思ったら行ける時に行かないと後悔しますよ。確かに、はい、なんかうーん、僕はそれをまあ、バンドのライブとかで経験してますんで、ああ行きたいなって思ってたら、あ、ボーカルがなくなっちゃったとか、もう聞けない。なるほど、ありますね、やっぱりありますよね。ツイキャスの方でヤンポーさん、ラジオカーの追っかけはないけどイベントに行くと必ずセイヤがいるのはなんでかな。あ、はいはいはい、久高セイヤさんね、あの ROK の久高誠也アナウンサーって言うんですけど、はい、久高誠也さんはあの人営業もやってるんですよ実は。そう、営業もやってて営業マンでもあるんですよ。なのでいろいろなこの公開放送とかにもいるっていうと思います。私はバリバリのお仕事できる方なんですね。そうなんですよ、まあ、意外と確かに誠也さんあっちこっちのイベントいるなと思って考えた今、ヤンポーさんのこのキャスのメッセージ見て。あれですね、なんかゴールデンウィークそういえば、うん、ROK さんはまあ毎年コロナ禍になる前は毎年やってたんですけど、ゆり、はい、祭り伊江島の時に、あのゆり祭りの時にこのTサージパラダイスとチャットステーションもだったかなのコラボで、公開放送を結構してたんですよ、はい、あの時も私結局家島だから行けないしと思ってラジオで聞いてたんですけど、今年はなんかTサージはその公開放送があるらしいですよ。うーん、あ、そうなんですね。あのユリを見ながらリスナーさんと遠足みたいな。いいですね。やりたいというか参加したいけど、私は仕事かどうかもわからんし、行けるかどうかもわからんしみたいな。あ、でもその前にこの放送自体は30日なんですけど、はい、その前日29日の昭和の日、はい、にも、公開放送がある
らしくて、はい、情報によると、まあ、ゲストがやばいと思って私絶対華原朋美さんがなんと来るらしいんです。ともちゃんがそう来ると聞いて私は行きたいと思って、あの速攻聞いた瞬間にリオチに LINE しました。あーフラーそうそうそう、あーなんかありましたね、なんかツイキャスの方でリクカイクーさんがリスナー運動会もあったよって言ってます。あー楽しそう、運動会なんか FM 技能案でなんか主催してなんかないですかね。一回だけドッジボール技能案っていうかコザと合同でやったことあるんですけど、はいはいはい、まあそうですね、なんかやってみたいですね。やってみたいですね、はい、もうコロナ禍も明けるとので、はい、なんかやりたいな、みんなで。僕も体動かすの大好きなんで。私も大好きですよ。いいな、いいな。でも29日の、まあ、収録は14日なので、はい、さっきなんですけど、2週間後くらいかな、29日は。はい、そうですね。なので、ともちん、ともちん、ともちゃん、ともちん、知らん、知らん、ともちゃん知らん。え、華原朋美知らないの、ヤンボーさん。まさかでしょまさかでしょ、いや、まさかね。I play 壊れそう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 。確かね、土曜日なので、この週、あの、なんだっけ、公開放送が。なので、私、おかしいんでしょうかね。ちょっと切れちゃいましたね。切れちゃいましたね。そろそろお時間になりますかね。はい。では、5月7日放送分のテーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。来週のテーマでいいのか。はい、来週のテーマは、子供の頃どんな遊びをしていたです。子供の頃、まあ鬼ごっこなりかくれんぼなり、はい、いろいろあったと思うので、自分で考えた遊びとかもありましたしね。ありますね、はい、なんかいろいろあるので皆様からそれを、まあなんせあの収録の5月5日がちょうど子供の日ということも兼ね合いがありますので、うんうんうん、いいかなと思ってちょっとこのテーマにしました。同人に帰るのって素敵ですよね。そうですね、うん、まあなんか今日はいろいろとおしゃべりをしまくりましたが、はい、そろそろお時間ですか。そうですね、もうあと1分ぐらいです。1分、1分か、うん、もうちょっと、ね、あれ、はい、おしゃべりしとこうかな。はい、ちなみに、はい、ヤンポーさん一応知ってるらしいですよ、トモちゃん。あ、知ってるのね知ってるのね。あ、わかった、わかった、多分あの意味が私にはなんとなくわかった。ともちんが一緒になるってこと、あ、もしかしてあれかな、竹中智子さんが来るって思ってるのかな。なるほど。じゃないと思います、あのなんだっけ、花店とのコラボではないので今回なので、多分 T シャージと何かしらの番組のコラボです、うんうん、私は知ってるけどあえて言いませんあえて言わないでおきましょう、その時の楽しみにしておいた方がいいのかなと思いますよ。本当にいいの、モーニングエイトでもフリーモーンでもやってやんやったメールだよ。あ、そうなのそうなの、そうなの、わかんない。もう公開放送私は楽しみにしてるので、なヤンポーさんも、まあ、場所がわかるのであれば来たらいいんじゃないですか多分会えるはずよ。ぜひぜひ。リオチにも声かけしたので一緒に行こうって行けたら一緒に行こうって言ったので、リオチにも会えるかもしれませんよというわけでお時間でしょうか。はい、あと30秒です。はい、では収録自体は5月の5日に行いますので、それまでにメールを送ってください。ではまた来週、バイバイそうそうそう、てるてるそーれ、そうそうそう、最近私の旦那がてるてるそーれっていうあの ROK の番組で
曲リクエスト曲を流していくんですよ、はい、でその中で番組がこの1曲っていう選曲をしたのの中にたまたま旦那のリクエストが入ってたらしくって、うん、CD ギフト券かなが当たったんですよ。当たったらしいんですよ。いいですね。でまだ使ってないっていう。まだ使ってないって。何に使うんだろう。旦那が当たったから旦那が好きなの買わしたいけど。CD ギフト券、最近は CD 買ってないからな。私も最近は AKB 以来買ってないですね。僕はもう Spotify と Amazon Music 入って、でなおかつデータで買うので、あたまにまとめてアルバムで入れたいなと思ったら、はいはいはい、ちょっとレンタルとかも昔は行ってたんですけど、もうレンタルも行かなくなりましたね。もう最近もうあれですもんね、このデータ系が多いから逆に行かなくなるんじゃないですか、はい、本当に行かなくなります。レンタルとかもで CD だとかさばっちゃうんで。わかる、かさばるし、どこに置いたらいいかわからなくなるし。僕あれですよ、音楽のデータだけで100ギガ超えます。うわやば、120ギガぐらい多分持ってます。やばい。音楽だけですよ。やばい。ビデオとかじゃないですよ。やばい。あ、でも、あ、お、あ、じゃあ動画じゃないってこと？音声だけで。うわ。だから、もう2万曲とか多分持ってる。おー、やば。そう、大回転だなって聞いたね。大回転、そうそうそう。Spotify は音が悪い気がするって。いや、結構いいですよ、Spotify も。だから、再生するものによりますけど。ああ、だから LINE Music を使用してますって聞いてますよね。ヤンポーさんが。私は YouTube のあの YouTube ミュージックがあるじゃないですか。 YouTube でやってるの、あれをやってますね。あと高音質設定とかがあるので、その時は結構細かいんですよ、設定がいろいろあるんだ、はい、音量の調整とか、あとこのビットレートっていうんですけど、データの大きさとか、なのでそこら辺をやると Spotify 結構評判いいですよね。へえ。ハイレゾじゃないのにハイレゾ並みに音がいいって言われてるんで。うちの旦那が CD は、紐でぶら下げてカラスよけ、あいもこかってきてますね。確かになんか使わない CD とかぶら下げてカラスよけとかなんかやってる、なんか農家さんもいますよね。なんかあれだな、今日珍しく落ち着いた方だ。そうですね。よし。じゃあ、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来月。よろしくお願いします。